髪切ったって切ったように見える？切ってないよ。長々だよ全然。長いよ。長々です。みきやくん、ゆうひゅと、ありがとうございます。うどむさん、かわいい。ありがとうございます。ラブタオルも、ありがとうございます。ブルーライブ入場しました。あれ、今日なんだっけ？カラーズって広島なの？へえ。こんばんは。え、ブルーライブ？広島なんだ。へえ。すごい。ね、あれシーンのやつ、シーン、こんばんは。こんばんは。今はまだ外が明るい。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。こんばんは。これは肩出しもできるし閉じることもできるっていう服。こんばんは。寝そうでした？え、わかる。私も寝そうだった。ね、こうか。寝るか配信するかぐらい。まあ、ちゃんとやったらちゃんとできるんですけど。暑いな。てかね、そうだよねってね。今から昼寝、昼寝、夕寝をするか配信を少ししておくかっていう選択肢。でも今寝たらさ、夜寝れんのよね。昨日寝れなくて困ったんですよ。昼寝しすぎて。夜寝、夕寝、昨日めっちゃ夕寝したから、もう今日の昨日の夜寝れなくて、だから夕寝はしたくないと思って起きてます。昨日めっちゃ寝てたんですよ、一日中ほぼ。7時とか8時半ぐらいまで夕寝して、5時から、そもそも2時ぐらいに起きたのに5時から夕寝して、8時半とかまで。そしたら夜寝れなかった。寝れなくて困った。だから今日は夕寝しない。ヤスルパンさん、かわいい、ありがとうございます。ハロー、ハロー。そうそう。
3時間有名、しかも3時間有名だし、そもそも2時ぐらいに起きたから、2時に起きて3時間ぐらい活動して、5時から8時半まで有名してるから、すんごいよ多分。昨日夜2時ぐらい寝て、昼2時に起きて、そこで12時間でしょ。で、夕寝合わせて15、16。そしたら夜寝れなかった。朝。1日16時間寝たら、その日の夜は寝れないです。16で寝れんくて、7時ぐらいに寝た。で、今日は2時間睡眠。うどむさん、かわいい。ありがとうございます。ポケモンスリープ？あ、今日からくら寿司とポケモンがコラボするんだよね。くらぽん。くら寿司。こんばんは。そうだから今日眠いけど寝ない、今は夜のために。ポケモン情報に詳しいですねって、たまたまです、たまたま。ポケモン好きじゃないんです、たまたまです。2日前にくら寿司に行こうと思って、くら寿司に行く前に私ビックラポン調べるんですよ。そうで、今なんだろうなって思ったら、2日後からポケモン始まるって書いてたけん、そう、あ、それなら今はちゃうなと思って行かんかった。昨日まではなんかよくわからんやつやった。2時3時とかなんかそっち系の、知らないやつだったから、それならポケモンの時の方がいいなっていう。2500円以上でうちはもらえるらしい。ビックラポンもあるし。こんばんは。先着です、うちは。ポケモン、そう、くら寿司。2500円一人で食べんか、ギリ食べれるくらいかな、食べんぐらいかな。ほげーな、ほげーな単品ではない、あの3人で1つ。一人で食べるにはちょっと多い、2500円。1500円、でも自分ちいかわの時そんぐらい使った気する、一人で。一皿プラス10円払うと、え、10円、飲み物、私カフェラテ。そう、追加の時ね、一人でくら寿司行ったらめっちゃ食べたんです。2、3千円とか食べて。ユキリカの好きなポケモンはいません。いないですね。ポケモンファンじゃなくて。何皿ぐらい食べたいんだろう。でも結構その
サブメニューたくさん食べた。ジュース2杯とか、赤だしとか、ちょっと高いお皿とか。いません。こんばんは。私も赤だし好きです。アサリの赤だし。1皿プラス10円払うと3回に1回出る。まあ欲しかったらありがたいけど、セブンのアイス食べすぎた。すご。あ、茶碗蒸し食べた。うん、食べてる食べてる。茶碗蒸し美味しくない？茶碗蒸し好きです。お寿司屋さんの赤だしと茶碗蒸し。今日も暑いですね。茶碗蒸し美味しい。茶碗蒸し美味しい。納豆巻き。へえ、締めで納豆。やだな、納豆で締める。茶碗蒸しなかなか出てこない。そうかね、蒸してるんかな。体型。デザートとアイスコーヒー。え、デザートは私頼まないな。こんばんは。デザート食べる派なんだ。一人外食全然いけます。まあまあ全然いけます。なんか昨日もなんか何度寝かしたタイミングでジムの夢を見て、何度寝かして、けどなかなか寝れなくって、こまめに寝たうちの1個でジムに行く夢を見たから、今2日行った気分です。ジムに、そう、チョコザップに2日間行ってます。通ってるわ。そう、昨日はそう人少なくて3時間ぐらいいた。自転車漕ぐやつもたくさんやったし、全然人いなくて、そう、偉いでしょ。こんばんは。そう、夢の中で今ジム通ってるから、私ジム通ってます。こんばんは。会費はそう、払ってると思います。2日連続意識したかいって、いや昨日はもっと詳しく調べたんですよ、どうやって入会するかっていうホームページ。たまたま LINE の広告に出てきて、そう、その前はなんか TikTok の動画出てきたから、いっぱい TikTok の動画とかを見たんですけど、昨日は LINE の宣伝 CM みたいなところに出てきて、広告、広告出るじゃん、友達の下ぐらいに。それで詳
詳しく見るってやつで見て、15日ぐらいまでに入会したら夏のセットが届くらしい。8月15か13どっちか忘れたけど、までに入会したら夏のスタートセットみたいなのがお家に届くよとかあって、ハンディファンとタオル、小さい扇風機とかで、あと広島にはどこの店舗があるかの把握とかもしたりして、してたらまた夢に出てきた。あと申し込んだら体重計とかも届くらしい。まあ夢で通ってるから。腹筋割りたくない？細くなりたいだけです。ムキムキとかにはなりたくない。筋肉ついて足太くなったらやだな。いや、あと数字を落としたいですけども、どうだろうな。こんばんは。てか土日のこの時間って一番眠いよね。もうドラえもんは終わったか。土日のこの時間が一番眠いです。こんばんは。ドラえもん終わった？見た？ドラえもん見た人？でも今日ニモがあるらしいよ。さっき CM でしてた。今夜9時って。ニモあんじゃんって思って。ニモあんま知らないんだけど。そう。あ、見たの？ドラえもん。え？TVer で見ようと。見逃し見逃し。そう、にもあるらしくて。そう、ディズニー行った時にさ、にものアトラクション乗ったりしたから、ちょっと見てみたいなっていう。にも。クラッシュやっけ。さっきまで夕寝してました？お、起きたの？ガリバートンネル、わかんないな。タートルトーク、そうそう。ニモ。と、あともう一つ、ニモのアトラクション。なんか、魚になって一緒に泳ぐやつ。いや、質問当てられんかった。できなかったです。ね、ディズニーでニモを乗ったからどんな感じなのか気になる。ちょっと今日の9時から。いや、当てられてたら何に聞こうと思ってた。いや、当たらない自信あるからさ。聞くことないよね。こんばんは。当てられたらもう適当に考えるわっていうモチベーション。何か聞きたいことはあるかい？ないです。興味ないです。眠たくなってきた。ダメだ。あかんで。今お部屋25度。いや、いっぱい寝たんは昨日の話。今日は寝てない。今日2時間。
昨日の昼間とかに寝すぎて夜寝れなかったの。だから眠いです。今日は早起き割としたし。まあまあ、坂道 FC さん、ペンライトありがとうございます。愛、愛ギフトありがとうございます。昼間はね座ってた。アフタートークはそう、昼だけ。でもそんなね、わざわざ買ってみるほどではないですよ。なんですって、アフタートークって短いんで。こんばんは。お腹鳴った。座ってた。お腹が鳴りましたね。アフタートークだって4分とかですよ。まあ大したこと喋った記憶もないので、あれは配信買ってる方がなんか楽しんでくれたらいいなと思うけど、わざわざそれのために。ね、配信を買ってた人がそのままつけてて見て楽しむ。ふむふむふむ。公演楽しすぎた。明日で1週間ですよ。早、1週間が経ちますよ。こんばんは。はやそんぎ、や、やっほー。金魚、金魚、え、ドゥ、ドゥン、ドゥン、ドゥン、なんだそれ。もう1週間経ってしまうのねって。そうだよ。どうですか、この1週間を振り返って。あなたは何をしましたか、この平日の1週間を振り返って。仕事頑張りました。やっほー。血だらけ。あら、忙しい。忙しい。そう、平日ですから。余韻に浸る余裕がない。そんなに汗かく1週間。暑いよね。マジ暑いよね。水分補給マジ大事。研修に行きました。すごい、そんなんあるんだ。台風嫌なんだけどって。今どこおるんかね、台風って。来てる台風。台風置いてないな、情報。沖縄か。沖縄は大丈夫ですか。暑さ対策も水分補給しかない。特に何もやってない。ほんとや、まだまだ台風遠い。ね、沖縄は大丈夫ですか。中継をつなぎたいと思います。沖縄のホゲさん。
月曜から雨とかかな。水分補給しかないよね。特に何もしてない。日傘とか。何がひどいって？何がひどいですって？欲しい。なんだろう。むくみ？あ、いじり？台風のことじゃなかった。服部さん、ココナッツありがとうございます。水分補給はポカリとかアクエリとか、まあお茶でもいいと思いますけど、そんなの飲んでます。そうよね、いじりがひどい。だって夜じゃないからまだダメだ。そう、液体なら何でもいい。でもポカリとかアクエリの方がなんか塩分とか取れるかなと思って、そういうの飲んでます。そういえば髪の毛減りました。ありゃ、切ったのかい。こんばんは。夜じゃないからさ、深夜テンションなら乗ってくれるけど、今まだね、まだ不調。アイドル好きさん、マイクありがとうございます。まだダメだった。ポカリ薄めて飲んでる？へえ、なんで？髪だけ？いつも乗ってばかりはいられんだって。どうした？珍しいぞ。ゆきりがの声もエネルギーチャージになります。陽気です。あ、糖分が多いから。え、偉いね。私この昨日か、1リットルぐらいを飲んじゃって、1日ポカリやべえなって思いながら、まあいいやと思って。なんか結構飲む量多いから、1リットルペットボトルとかも飲み干してしまうんで、ちょっと飲みすぎやなとか思いながら、まあいいやって言い聞かせました。こんばんは。そう、2公演あったら 3,4 本飲んじゃうね。1回の飲む量がめっちゃ多い。ごく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 飲むのでね。水とかやったらいいんやろうけど、眠いね。ゴロゴロしながら配信したい気分ですわ。しないけど、しないけど、ゴロゴロしたいです。こんばんは。充電さそうかな。絶賛ゴロゴロしてます。まあそうだろうね、そりゃそうだろうね、そうだろうね。しないよ。
これはね、なんかまあ肩出しの服なんですよ。止めれる、後ろ止めて、止めたらピッチリにもなるし肩出しにもなるっていう服です。そう、ここを止めたらねいい感じになるんですけど、髪の毛で隠そう。グレー結構着てるよ。うん、意外とグレー着てるよ。カットソー、そう、厚手に見えるエスケスケのなんか痒い素材です。これ薄い、なんかピラピラして痒い素材、肌がチクチクするやつ。こんばんは。眠気が睡魔が襲ってきた。睡魔が、なんか痒い素材悪くない？なんかこのなんかピラピラした感じ。目覚めた？なんで？なんで？チクチクするやつ。そうです。今配信やめたら寝てしまいそうって。そうやね、ゴロゴロはするかな。10月の STU 打ち上げ祭りに申し込みました。お、当たるといいね。早い。10月、前髪伸ばさん。こんばんは。ゴロゴロ配信しないです。しません。いや、ラジオとかやったらね、いいんだけど漏れないからダメ。ゴロ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 。配信終わったら朝まで寝ます。マジマジ長くない？早くない？寝るの。え、7時半とかから朝まで寝るの、めっちゃすごいじゃんそれ。こんばんは。ヤスルパンさん、ラブタオルありがとうございます。セミとか蚊がいないんですが、いいことじゃん。静か、蚊に噛まれんのはいいことだし、後になっちゃうからね。こんばんは。早く寝よう。でも早くない？7時半とか入れてみたいけどね。なんかめちゃめちゃ早く寝てみたい、逆に。もう9時とかにおやすみって言って寝てみたい。こんばんは。ゆうさん、だるまありがとうございます。寝れんけど、今日なら寝れそう。9時頃が一番眠いんですよ私。でも9時頃に眠くて10分ぐらい寝たりして配信してるんですけど、10時からの時。逆にもうその9時に寝てしまっても朝まで寝ようとしたら寝れる。
ヤッホー、すごく暑いのってね、暑い暑いです。今ね、 TVer で本当にあった怖い話の再放送っていうか、無料でなんか昔の見逃しやってて、本当にあった怖い話、夏の暑さをホラーで吹き飛ばそう、吹き飛ばそうっていうね企画で、本コアがね無料で見れるんですよ。数年前のやつとかも。だから昨日見てた、夜夜中に。ゆうさん、マイクありがとうございます。夜中に電気消してホラーを見て、涼しい気分も味わってました。そうだよ、19日が本コアだから楽しみ。実況しない、本コア集中したいから。実況したら怖くなくなるじゃん。そう、おパンチ好きです。これは一番くじのおパンチウサギ。パンチウサギ履くの？履かないの？お化け屋敷平気な人です。一人で見るよ、もちろん。邪魔されたくない。だからベッドに入って電気を消して見るね。終わった後配信しようかな。本校はアフター配信。そう、ホラー好きなんです。そう、怖くなりたいの。それで、あの夏の暑さを吹き飛ばすだけじゃん。お祭りの屋台といえばリンゴ飴。お化けが怖くないって強がってるわけじゃなくて、まあ怖いところもあるっちゃあるけど、そう、その怖さがいいんですよ。でも怖い話を見すぎて、なんかお化けがドーンって出てくるシーンとかも真顔で見れるようになってしまった。なんかビクってならないようになってしまった。なんかもう一定の感じでって見れるように免疫ついた。おまけ、前まではちょっと来るぞとか思ってドキドキしてたところも、なんとも思わなくなってきてしまった。そう、ホラー強い。たくさん見たからね、見慣れ。霊体験で怖い思いしたことないです。ピキア君、イエイ、ありがとうございます。ない、心霊ないです。ある、逆に。でも現実でそんなさ、リアルな幽霊とか出てこん。こんばんは。心霊スポットはどこにあるかわかんない。近くにある？こんばんは。肝試しは学校の行事でしたことある。お泊まりの時に、自然の家みたいなやつで。それであります。お化け屋敷は 2,3 回入ったことがあります。そんな感じ。おまけ履歴。廃病院一人で、まあ怖いよ、怖いけど、まあ行けなくはないって感じ。こ、心の中で一人で怖がりながら行く。こんばんは。肌が綺麗、ありがとうございます。山はね、お化けよりもね、イノシシとかが出る。危ない。
イノシシ。動物系が出てくるわ。いつ頃から怖い番組好きなの？小学生の時からです。小学校の時。 STU のクラコリエンタのにらめっこは強いねって。そうですね。いつの見てるんだ。クラコンね、またありますので、私の回今度行ってね。捕まえて食べましょうって誰を。幽霊。まあまあ、そう、今月末か来月末かどっちか分からんけど、月末っちゃ月末。こんばんは。あ、イノシシを食べろって？無理無理。お姉ちゃんに選んだメンバーは納得でした。誰にしたっけ。そう、クラコンは月末。あ、福田さんにしたのか。ほうほう、確かに納得だわ。自分で選んどいていいと思う。妹シミサラ。シミサラでしょ。シミサラ妹っぽいよ。なんか妹っぽかった。こんばんは。仲いい妹って感じ。仲良し姉妹の妹。髪切ってないよ。なんで？今日2回目。全然切ってない。長え、長えです。切ってません。こんばんは。前髪も切ってない。トーク。今日は花火大会があります。本コアで事故物件のズームの会議で後ろに誰か映っている。え、それ2021のやつ。女の人が走っていく、走って通るやつ。事故物件。今 TVer で見逃しあるんですよ、過去の。事故物件、例の通り道になってる部屋で、なんか女の人が駆け抜けるんですよ、スンって。で、ここにいちゃダメだみたいな。いや、本校は好きなんで、私本校は大好きなので。何年がおすすめ。でも私的にはやっぱ昔の方がなんか怖かった。結構あの剛力彩芽さんの病院のやつとか怖かった。天井の黒いシミだったっけな、そんな感じの。
気抜いたところでバーって出てくる系が昔多くて、乃木坂さんのやつ、どのやつだろう、エレベーターのやつ、それとも与田さんのやつ、いっぱいあるよね。エレベーターのやつかな。そう、最近はねちょっと緩いね。なんか結構ほんわかするホラーもあったり、あーなんかおばあちゃんがなんかみたいな、脅かす系が少なくなってきたかも。病院のエレベーターのやつ、誰か乗ってくるやつでしょ。見えない。指原さんのくるみ割り人形、あれも怖いよね。戻ってくるやつ、何回もくるみ割り人形が、あれくるみ割り人形、赤い服の女。え、自分赤い爪の女は怖かった。あったんですよ昔。でもその TVer の今特集やってて過去の見れるんですけど、そこになくて、なんでなんだろう。めっちゃ怖かったんやけどな、あれ。赤い爪の女、山道に。あるやつとないやつがある。でも剛力さんのはあった、病院の。剛力さんの病院のやつ、あれ怖かった。最後気抜いてなんか、ま、なんかいい感じに終わったって思った瞬間に、後ろにいるバーンみたいな感じで。赤い爪怖かったよ。花火大会が始まったので覗いてきます。マジ？なんか中途半端じゃない時間。そう、振り付かれる系だった。それ TVer にあるよ。そう、赤い爪あれ印象的だったのに全然見逃しない。なんか通勤の帰り道、山道通ってたら赤い女の人が立ってて、山下さん出てたかな。そこまで覚えてないや。何のやつ。あと畑になんか女の人が立ってて、そういうのもあるや、記憶に。いつもと違う道で登下校してたら畑に女の人立ってる姿があって、それ見たらダメみたいな、見てしまったら呪われる系のやつとかもあったけど、あれはタイトルが分かんないな。こんばんは。山が多いですね、やっぱり山で出くわす系が。まあ本校はね、怖いと思ったら昼に見たら怖くないから、おすすめ。怖くて見れない方はスリル味わいたかったらやっぱ夜がいいですね。おバッジ増えてないよ、これシールとルック。おバッジ先、山の日が近いですね。そうですね、山の日に山登ろうかな。知らないホテルで見たら寝れなそう。え、でもホテルって謎の安心感あるくない？いっぱい人おるけんさ、一人暮らしの家より。隣も人おるし、なんか一
いつでも電話したらロビーつながるし、謎の安心感ある。一人暮らしより。いや、やば、一人で登ってさ帰ってこれんかったらさ困るじゃん。今から山登りに行きますと置き手紙しないと。あ、病院も多いね、本校は。病院だったら、あの芦田愛菜さんのやつとか印象的な、あの誰かジャニーズさんのやつも怖かったな、窓にひばりついてるやつ、あれも印象的。地方の古いビジネスホテル、うー、やまびこうどんの裏にあった病院が愛媛の心霊スポットに。そうなんだ。2位、1位はどこだ、心霊スポット。でもね、なんか刺激のない日常にさ、そういう刺激も欲しいよね、たまには。なんか普段味わえないドキドキするな感覚とか、ヒヤヒヤする感覚ってなんか普通に生きてたらあんまりないからさ。え、幽霊見たかもっていうドキ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 みたいな、ね、やばい見えたかも、やばい怖いみたいなさ、ね、こんばんは。いいじゃん、いいじゃないの。今年の本校はね、白石麻衣さんとかが出られるみたいで。心霊体験 VTR やりたい、やりたい。ね、なんかヒヤヒヤも欲しいよね。花火大会行きたい？花火大会。花火大会いいね。花火みんな見た？もう見たか。この前は東京の花火大会あったらしいですしね。うーわ、花火先週見た。あ、尾道こんばんは。お化け屋敷行ったことない、富士急とかないです。花火いろんなところでやってるよ、だからみんなの地域でももう見たかなと思って。今日はね、愛媛の松山三津浜でやります。いや、誰と行くか決まってない、パルコ。どうしようかな。二十何日とかまでやったけど、確かパルコのお化け屋敷。サコシは行ったんじゃない？もう誰かと行くって言ってたよね。って言ったよね。パンツ、あ、パンちゃん？確かに。パンちゃんか。ちょっと出てくれるかな、お化け屋敷のために。もっち花火。どんな感じのお化け屋敷なんだろう。でもなんか
受付のところに仮面かぶったお化けみたいな人が立って打ち合わせしてるのを見たんですよね、スタッフの人と。なんか進撃の巨人みたいな赤い筋肉みたいなお面かぶってる人が帽子かぶって黒いレインコート着て、顔は進撃の巨人の赤いやつみたいな人がスタッフと喋ってるのを見た。初日に、お化け屋敷初日。あの人は何なんだろう、わかんない。最初にさ案内する人かも、ここをまっすぐ行ってくださいみたいな、か脅かす人かなんか知らんけど、そういう人がいた。だから、あ、こういう人間が出てくるのかなとか思いつつ、どんな感じなんだろう。広いかな、広くないか、どうだろう。あのスペースやもんな、タワレコのとこですよ。見間違いじゃない、はっきり見て、そう2周したから。そう、古着んとこ、筋肉じゃない、進撃の巨人の、まあ、筋肉みたいながこの辺まで全部かぶってて、帽子かぶってレインコート、レインコート長い、そう来た方がスタッフさんと喋ってた。バラナさん、マイクありがとうございます。あれ幽霊ストレてるじゃんとか思ってね。でもさすがにそれはないはずだから、その人は多分案内する人、入り口にさたまにいるじゃん。こっからなんかストーリー説明してくれて、これはなんとかのなんとかなんとかの館なんとかなんとか、それでは行ってらっしゃいみたいな、そこの人かなって思うな、さすがに。あるじゃん、最初のスタッフ入ってすぐのところにいるスタッフ、喧嘩って、そう、それでは行ってらっしゃいって案内してくるスタッフ、絶対そう、その気がする。そういうのもいるんですよ、お化け屋敷でバイト。でも楽しそう、人を動かすのって。楽しそうね。だって仕事で人を動かせるんでしょ。プライベートでやったら怒られるけど、それ仕事でできるって最高じゃん。いや、そう、合法的に驚かせられる、そう。ね、普段はできないけど、ね、人を驚かせる。しかも叫んでくれたら嬉しいだろうな。驚かしがいがあるだろうな。ふぅーって、キャーってなったら、うしゃーみたいな。絶叫マシンは無理です。楽しそうではある。人を逃がそう、そう、やりがいがありそう、やりがいをね、そのね、やりながら感じられるっていう。驚かせてください。いやいや、また来るねって、またね。私何時から始めたっけ。まあ1時間ぐらいしようと思って始めたんだけど、お腹空いてきた。一旦終わろうかな、また夜。そろそろ1時間。ね、お腹空いてきた、ご飯食べよう。やりがいのある仕事、お化け。
夏取り憑かれそうだよね。でもずっとお化け屋敷にいたら。じゃあ漢字読みます。13位一輝さん、12位宗弘さん、11位おてもちゃん、10位コーヒーさん、9位みきやくん、8位青木さん、7位たかひろマックさん、6位あきやんさん、5位理化学研究所さん、4位やすルパンさん、3位服部さん、2位坂道 FC さん、1位うどむさん、ありがとうございました。夜はまあ夜にやります。10時以降かな。お休みの裏飯屋、寝ないんでお休まないです。いただきますですわ。いただきます。ほっぺください。はい、ってことで夕方配信でした。夕寝回避よっしゃ。ってことで終わります。またねー。